こんにちは、まーです。ブラダスやっていきたいと思います。今日はですね、スカウトに新しい新傭兵が追加されたので引いていきたいと思います。これだね、確率アップ。グロリア、エルドラ、セレンディア、イリス、エスター。セレンディアちゃんは今あれかな、あれなんて言うんだっけ、これね、来てますよね、ミッションで。結構知らぬ間にダイヤが溜まっていて、高級契約書もあるので、まあどんくらい引こうかな、特に決めてないんですけど、引いてみようかな。ボックスある程度整理したつもりです。じゃあ行きましょうか。10+1、安定の星さん、うん、来た。4、はい、持ってる。5来るかな、うん、4。あ、イリスちゃん来た。やった、新キャラ。あんまりピックアップって出たことないから嬉しいな。もう一回続けていきます。540でお得に引きましょう。うーん、渋い渋いぞ。あー、うわー、これは来なそうだな。うーん、渋いな。いける、もう一回。よし、33連目。多分このあとボックスいっぱいになるんじゃないかな。おおお、4か。あ、また来た。嬉しいけどさ、いやー、4止まりか、今日5はないか。うーん、渋いね。まあ嬉しいんだけどね、かぶっても。はい、やっぱりね、はい、33連か。どうしよう、もう一回ぐらい引きたいよね。でもダイヤなくなっちゃうからな。ホット商品とか来たら困るしな。ただ高級契約書もあるんだよな。高級契約書って、あ、これで引けるか。どうしよう、ちょっと整理してきます。はい、お待たせしました。最後、高級契約書で10連だけして終わりたいと思います。なので合わせたら43連かな。これ高級契約書とダイヤだったらどっちが出るとかあるのかな。ないか、きっと同じだよね。スローンめっちゃ出んな。あ、でもスローン今のでスキルマックスかな。いやー、ちょっと渋いなー。いやー、1個ぐらい星ついて、うわー、終わっちゃったいやー、こんぐらいにしとくわ、今日は。はい、ということで、
43連でいいんだよね。そうです、43連引いてみました。なかなか残念ですが、まああれだね、なんだっけ、イリスちゃんが来てくれたのは良かったかなと思います。よければチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。ご視聴ありがとうございました。